こんにちは。この動画では基本的な動画編集の方法を初心者にも分かりやすく紹介します。ワンダーシアフィモーラは直感的に操作できるようにデザインされた画面と簡単な操作で使える豊富なテンプレートが特徴で、初めて動画編集に挑戦する方にもおすすめの動画編集ソフトです。実際の画面をお見せしながら、ソフトの起動方法から動画編集の操作方法、動画ファイルの作り方まで一通り説明していきます。フィモーラの最新バージョンは概要欄の URL から無料でダウンロードできるので、ぜひインストールして一緒に操作してみてくださいね。ワンダーシアフィモーラを起動。フィモーラのインストールが完了したら、デスクトップのショートカットをダブルクリックして起動しましょう。こちらの起動画面が表示されますね。今回は新しいプロジェクトをクリックして基本的な動画編集を始めましょう。フィモーラが起動したら、画面右上のログインをクリック。ワンダーシェア ID をまだお持ちでない方はアカウントを作成しましょう。 ID を入力してログインに成功したら、これで動画編集の準備は完了です。パッケージ版をご購入の方は概要欄のアクティベート方法をご確認ください。動画編集画面の見方。フィモーラの編集画面は、動画編集初心者でも直感的にわかるように3つのエリアがデザインされています。画面左上はメディアライブラリー、動画や画像、音楽など動画編集に使う素材を管理するエリアです。画面下部はタイムライン、素材を切ったりつないだりして動画を組み立てていくエリアです。画面右上はプレビューウィンドウ、編集中の動画の仕上がりを確認するためのエリアです。フィモーラを使った動画編集は、この3つのエリアを順番に操作しながら進めていきます。素材を読み込む。それでは実際に動画編集に使う素材をメディアライブラリーに読み込んでみます。メディアライブラリーをクリックすると、カメラやスマホで撮影した動画や写真、自作のイラストや音楽、素材サイトなどからダウンロードした画像や音楽など、パソコン内にある動画、画像、音楽などのファイルが表示されるので、動画編集に使用したいファイルを選択して素材としてインポートできます。またストックメディアに切り替えると、アニメーションや動画、画像が表示されます。選択するとパソコン内にダウンロードされて、動画編集の素材として使用できるようになります。自分で撮影するのが難しい高品質な動画や写真もあるので、便利に使ってみましょう。タイムラインの基本操作。プロジェクトメディア内にある動画素材をタイムラインにドラッグ&ドロップして動画編集を始めてみましょう。選んだ動画がプロジェクト設定に合っていない場合は、どちらに合わせるかを確認するメッセージが表示されます。プロジェクト設定はファイルからいつでも変更することができるので、どちらを選んでも構いませんが、今回はメディアに一致を選択します。動画クリップをタイムラインに追加すると、プレビュー画面に動画が表示されます。プレビュー画面の下にある操作ボタンで動画を再生、停止、1コマずつプレビューができます。動画を再生しているときに、タイムライン上の赤いバー、再生ヘッドが移動していることに気がつきましたか？タイムラインは名前の通り時間軸を表していて、再生ヘッドがある部分がプレビュー画面に表示されています。再生ヘッドをドラッグして左右へ移動すると画面が変化していきますね。動画編集では再生ヘッドを動かして動画をプレビューしながら、動画クリップの必要な部分と不要な部分を分けて、必要な部分だけをつなぎ合わせるという操作をたくさん行います。例えばこの男性の動画では、テンションが高い部分と低い部分があるので、再生ヘッドを進めてテンションが高くなるところでハサミマークをクリック、
すると動画クリップが分割されます。テンションが低い部分は不要なので、クリックして選択してから削除ボタンまたはデリートキーで削除。さらに再生ヘッドを進めてテンションが低い部分を分割削除します。これでテンションが高い部分だけが残りました。再生してみましょう。テンポよくコミカルな部分だけをつなぐことができましたね。タイムライン上で消えてしまった部分は元の動画ファイルからは消えませんのでご安心ください。また分割するタイミングを間違えてしまっても、クリップを選択してマウスカーソルの表示が矢印マークに変わってからドラッグするとクリップの長さを調整できます。細かい調整をしたいときはタイムラインのメモリの部分を左右にドラッグすると拡大・縮小ができます。思い通りの動画になるように調整してみましょう。さらに動画クリップをダブルクリックするとメディアウィンドウが編集項目に切り替わって、合成や色補正、速度編集などを行うことができます。これらの機能は公式 YouTube チャンネルで詳しい使い方を紹介していますので、チャンネル登録してチェックしてみてください。テロップを追加。動画編集には欠かせないテロップの追加方法をご紹介します。画面上部にあるタイトルボタンをクリックすると、フィモーラに内蔵されているたくさんのタイトルテンプレートが表示されます。サムネイルをダブルクリックすると文字のデザインや動きを確認できます。ダイヤマークがついているテンプレートのご使用はフィルムストックのプランへの加入が必要です。好きな文字を見つけたら、動画の少し上にドラッグ&ドロップします。自動的にトラックが増えて、動画の上に文字が表示されました。再生してみましょう。テロップ付きの動画になりましたね。文字を書き換えるときは、タイトルクリップをダブルクリックします。画面左上のエリアがテキスト編集画面に切り替わりました。ここで文字を書き換えたり、フォントや大きさ、色などを変更することができます。テロップの位置や大きさの調整は、プレビュー画面上を直接マウス操作することでできますが、文字と背景をまとめて動かしたいときは、テキスト編集画面からビデオのタブに切り替えて、変形の項目で調整できます。新しく追加されたテンプレートや人気のデザインは、カテゴリの横にニューやホットというアイコンが表示されて紹介されます。デザイン文字には動画を盛り上げるテロップにぴったりのテンプレートがたくさん収録されていて、簡単にバラエティ番組のような雰囲気を出せるのでおすすめです。BGM を追加。BGM も動画編集に欠かせない重要な要素ですね。オーディオボタンをクリックすると、フィモーラに内蔵されているたくさんの音楽を確認できます。タイムラインの下の方はオーディオ専用のトラックになっていて、音楽をここにドラッグするだけで動画に BGM を追加できます。またメディアライブラリに戻れば、パソコンから読み込んだオーディオデータも同じように使うことができます。音が大きすぎる場合はオーディオクリップの中心にあるバーを掴んで音量を下げましょう。このままでは動画クリップに対して BGM が長すぎるので、動画の終わりに合わせてクリップを分割します。クリップにマウスカーソルを乗せると端に白いつまみが表示されるので、これを掴んでスライドするとフェードアウトさせることができます。その他の機能。画面上部の他のボタンにも動画編集に役立つ様々な効果が用意されています。トランジションはカットが切り替わるつなぎ目に動きのある演出を追加できます。
エフェクトは画面全体に様々な効果を追加することができます。エレメントは動画を飾り付けたり視覚効果を追加できるアニメーション素材です。分割表示は画面内に複数の動画や画像を表示するテンプレートです。いろいろな機能がありますが、操作は基本的にドラッグ&ドロップして調整するだけです。直感的な操作で素敵な動画編集に役立ててくださいね。他にもワンダーシアフィモーラバージョン11はスピードランプやマスクなど便利な編集機能を搭載しています。こちらも詳しくは YouTube チャンネルで紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。動画ファイルを作成。動画編集が完了したら動画ファイルを作成しましょう。エクスポートをクリックするとファイル形式を設定する画面が開きます。最初から選択されている MP4 は動画サイトや SNS への投稿、スマホやパソコンでの再生、メッセージアプリでのシェアなど幅広い用途に向いています。ファイル名と保存先を設定してエクスポートをクリックすると出力が開始されます。エクスポートが完了すると保存先へアクセスできます。また作成した動画ファイルはあなた専用のクラウドストレージ、ワンダーシェアドライブへ自動的にアップロードされます。動画ファイルをスピーディーに共有することができるので便利にご活用ください。動画ファイルをワンダーシェアドライブにアップロードしたくない場合はエクスポートする前にクラウドにアップロードのチェックを外しましょう。フィモーラのエクスポート機能は動画ファイルを作成する以外にもデバイスに合わせた形式を選んで出力、動画サイトへ直接アップロード、 DVD へ書き込むこともできます。動画の用途に応じて使い分けましょう。ワンダーシェアフィモーラを使えばペット動画やゲーム実況、アウトドアなどの YouTube 動画や結婚式ムービー、 SNS 動画広告、セミナー動画、友達にシェアする面白動画など様々なジャンルの動画編集を行うことができます。このチャンネルでは動画編集のテクニックやフィモーラの機能を使った編集アイディアなど役立つ動画を随時配信しています。チャンネル登録と通知をオンにしてぜひチェックしてみてください。またユーザーの皆様からのリクエストも受け付けています。編集方法がわからない表現や取り上げてほしいテーマなどフィモーラチームが一緒に考えますので、お気軽にコメント欄や公式 SNS でリクエストをお送りください。最後までご視聴ありがとうございました。ワンダーシェアフィモーラでよりクリエイティブな動画編集をお楽しみください。